インゴルフをご視聴の皆さん、はじめまして、ミッキー大好きくるミッキーと申します。千葉県にありますアクアラインゴルフクラブを9ホールラウンドしてもらおうと思ってます、はい、でくるミッキーさんはちょっと事前に調べましたら、ゴルフ女子ヒロインバトル4回も優勝してるっていうゲームを用意してまして、はい、お25マス中20マスクリアしていただきますと天ギフをプレゼントしてます、はい、お願いします。じゃああれかな、クラブ紹介。はい、はい、クラブ紹介します。はい、私は全部キャロウェイにしてます。キャロウェイです。うん、汚いエピックエピックで、アイアンこっちをずっと全部はレ、メンズを使って、あ、なるほど。でちょっとシャフトカットしたりして、うん、でアイアンはレディース使ってます、うんうんうん、でマーベリックです。うん、で6番アイアンがセットでなかったんで別で買って、うん、なんかメルカリで買いましただからもう本当になくて、いろんなお店行ってなくて、はいはいはい、でどうしたらいいですかって言ったら、あのメルカリとかで買っていただいてって言われて、その手があったって買いましたゲット。でアプローチはだいたいこのボーケーの56が使いすぎてすごい汚いですけど、これが得意クラブです、うんうんうん、でパターはこれです。オデッセイ。はい、オデッセイセンターシャフトにしてます。あ、本当だ。はい、なんかセンターシャフトにしてからずっとこれにしてます。なんかパターが良くなった気がする。うん、これです。で、グリップはうまい方です。うん、かわいい明太子味にしてます。皆さん何味ですか？ね、たこ焼きが好きだった。あ、たこ焼きいいですよね。ちょっと硬くて、ね、そうパリッパリッと、そうそうそう、で濃いじゃんあれ。そう、あ、めっちゃわかります。たこ焼きも売ってた気がする。サラミ、コンポタ、たこ焼き。ああ、確かになんかいっぱいあるようなイメージが。そうなんだ、おすすめ、うん、でもさ、うまい棒さ10円とかだけどさ、それ結構いい値段する。それ結構いい値段するの。見てもらうのにちょっと会心の当たりがまだないので頑張ります。なんか自信があるときはもうあそこ狙っちゃうんですけど、今日ちょっと自信がないので。自信ないけど狙おうかな。じゃそれ。なので一番右のバンカー狙いに行きます。うまっ。ナイスです。いいじゃないですか、捕まって。ここ最近1ショットです。おお、見せれてよかった。え、次多分打ちやすいですよ。あの、だって特設ティーぐらいまで行きましたもん。やったー、これが私です。おおおお、これが私です。で残り100なので9番です。うん、あ、ちょっとキックがあれだったけど、でも乗ってると思うよ。乗ってるんじゃないのでは。いやー、ちょっとしました。ちょっと私も全員の見よう。毎週見よう。本当ですか。私、若菜ちゃんは大好きだし、他のゴルフ女子たち、うんうん、可愛い子たちは、うん、そう、ちょっと関東以外の子のも、うん、あの、撮らさせていただこうと思ってるんで、多分インスタで見たことあるけどとか、うん、でも会ったことはないなってことかも、はい、そう見れると。めっちゃいい企画。本当ですか、はい、それはすごい嬉しいです。なんか東京の子にしかチャンスないとか、あー、ね、うん、あるけど、いろんな地方っていうか、東京じゃないところ、名古屋とか大阪とかでも可愛い子めっちゃいっぱいいるじゃないですか。うん、うんうんうん、乗ってる。ナイスオンです。いいんじゃないですか。うん、ナイスタッチです。歯取りたいんで、ちゃんと正式な歯を取りたい。はい、
ボギーというか強気パットなんで強いんですよ。はいはい、遠い方がいい。うんうんうん。なんかもう本当に 山の中にできてますからね、景色はもうここすごいです、うん、山っす山いやその声じゃちょっと戻ってこないかな、うん、あ、うん、落ちてる。大きくないけど4じゃない145左奥から右奥。いやーもったいないもったいない。このフィスピンまで120ヤードです。26番でいきます。はい、どうだ、グリーンには見えないのに乗って。ああ、でもなんか頑張ったんだな。乗ってた。大きいねこのグリーン。2段グリーンの奥です。これやばいね、ボコボコしてるんでしょ。下って登れ。うん、頑張った。入れ。うん、オッケーです。クロミッキーさん、インスタ以外にもなんか TikTok とかやられてるんですか？いやー、なんかやってないです。やってる、あるんですけど、うん、やってないです。見る用で一応やったんです。うーん、あ、でも見るは見るの？ YouTube も TikTok どんなの見るんですか？ YouTube ですか？ゴルフじゃなくてもいいですか？全然全然なんか韓国のボキさんっていう女性の方が、うん、ひたすら食べ物を食べてる。あ、そっち系なんだ。はい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 、うんうん、なんかめちゃくちゃ可愛い人がめっちゃ食べるんですよ、うん、サムネが映えてるやつね。うわーみたいな。おう、うん、なんかそれをひたすら見てます。ただ食べてるだけ？食べてちょっと喋って字幕が入るとかじゃないの？あ、じゃないです。もう一切喋らなくて。あ、本当に食べてるんだ。心の声みたいなのが日本語で字幕がついて、うんうん、喋ってないけど後でこう入れてる。なんか美味しそうとか、はいはいはい、香ばしくて美味しいとかっていうのが顔で表現されて、その文字で入ってる。うん、全然なので、すごい音って言うじゃないですか。うんうん、喋らない。はい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 。あ、なんかイメージできた、うん、日本だとミユちゃんってわかります？ミユ ASMR っていうアカウント。あ、金髪、金髪の金髪の子ですか？うんうん、わかります。うん、あんな感じかな。あんな感じです。あんな感じか。あの子もすごい食べますよね。あの子も食べる近所のおさんみたいな。いやいや、ほんと食べるからね。食べるよね音いいよね。あの咀嚼音とかもさ、なんか硬いものとかさ、うん、パリパリさ、めっちゃ見ちゃうんですよ。 あと都市伝説とかもね、あえて見ないけど見るとやっぱ知りたくなって見ちゃう。ナオキマンとか、うん、486って長いんですか？ちょっと短い感じです。長い、レディースタート長いですよね。うん、いきます。パーオンバーディー、いきます。うわー、まずいね、それはやばい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 結構強力に私に入っていっちゃいましたね、うん、コロコロいっちゃった、うん、あれは OB、うん、おになるのか。場合によっては、あ、でもそこまで OB なんかない場所もあるね、 OB が、
元気に元気よく星に入ってきましたよ。うん。あー、ないないです、あったいらっしゃった、うん、それっぽいな、あー、なんかこんな感じで入ったんで大丈夫です、はい、おー、びー、まだまだある、200、優しくないな、うん、ちょっと右だけど大丈夫ですかね、うん、飛んでってはくれてます、ウッドそれだけ打てるっていいですね、ウッドだって5番ウッドって男性で言ったら3番ウッドですからね、そうなんです、あの男性力あるじゃないですか、うん、男性で言うと3番ウッド難易度ぐらいの感じ、だポカポカ当たんないですよ、じゃあ、あ、僕は3番確かに、なんか男性ってウッド難しいって言います、ね、うんうん、あの練習の頻度も、うん、女性ってやっぱ打つしかないじゃん、うん、すぐ長いからフェアウェットと言って耐えるしかないから、うん、練習量多いと思うんですよね、確かに男性は多分少ないんだと思う、うん、はい、すぐ、うん、弱い、ナイスです、ダボです、大食いしたから、うん、と思いましたドライバー大事だ、なんかインスタで、うん、本田翼ちゃんに似てるって、はいはい、大丈夫ですか、いやでも、はい、僕も思いました、いや似てないです、なんか本当にイナストサマーウイカちゃんに似てると言われます、おお、ツバサちゃんはないです、まあでもそう、なんだろう、全く似てないわけじゃなくて、なんかこう雰囲気というか似てるかもみたいな、嬉しい、そう、ありがとうございます、ちょっと事前にやっぱ見るんですよ投稿、皆さんの、うん、僕思ってコメントもあって、うん、確かにと思って、嬉しいそうそう、やったー、ありがとうございます、ウェア紹介、はい、もう全部レザレクションです、はい、帽子、帽子、これもレザレクション、はい、このスカートのようなショーパン、後ろからショーパンなんですけど、うん、前から見たらスカート、これもレザレクションです、シューズはルコックです、普通にもう何て言うんですか、普通履きもできる、タウンユースもできるシューズ、うんうん、ちょっとこのキャップもなんていうんですか、ちょっとリボンっぽくなってて、うんうん、お気に入りです、うん、刺繍が、でもこの日焼け対策、日焼けしたくないんですけど白着ちゃうと焼けるし、あ、そうなの、なんか白だと多少というか、なんていうんですか、紫外線通っちゃうんですよ、あ、黒だと暑くて、確かに、うん、黒はねっていうので、このこれも、あ、確かに確かに、ちょっとこう肌色というか分厚めのストッキング、ちょっと遠くから見たら普通、うん、遠くから見たら、うん、黒だとちょっと暑いじゃないですか、確かにね、これだったら別にね見苦しくないかな、あー、なるほど、でグローブは、あ、すごっ、バリゲッツのミッキー、おー、もう 出るってなってすぐ買いました、やっぱミッキーどっかにいないとちょっと落ち着かないんでまあどっかにってか、どっかにいっぱいいますけどね、いっぱいいっぱいいますけどはい、ありがとうございます、はい。